ました。カープはなかなか勝てない試合に、思うようなペースを残せず、悔しい思いもしました。その時ファンの皆さんにすごい悔しい思いもさせたと思います。いい時も悪い時も変わらない温かい声援のおかげで、ここまで、できることができました。今カープは3連覇をしチーム一丸となり、頑張れ、本当に強いチームになりました。新井さんの言葉を借りるなら、家族のような、チームの一員になれたことを本当に誇りと思います。
ありますよ。